こんにちは、トマです。今日は追加マップパート2初見誰でってことで、前も追加マップあったけど2回目、前回はなんか攻撃力アップが効いて、まあ正直簡単な方ではあったから、今回むずいのかな。48、おプニツバキ姫、なんもない。また攻撃力アップ効くのかよ。また攻撃力アップ効くの Z 以下ね。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、ここは簡単だな。48は簡単なやつだな。これ49もさ、前みたいにさ、ちょっと優しめだったらどうすんの。逆に困るんだけど。逆にまた、いやでもないか、さすがに。ちょっともう、Z 以下。これ、ここは難しくないよね。あ、前回と一緒。こんなんもう。いらないね。いらないやつ。これでいっか。もう G じゃなくてもいいでしょ。もう G じゃなくてもいいや。もう、これでいけるもんね。OKOKOK。全然 OK。全然 OK。おげー。懐かしい100匹目。え、これでいけるよ。ビッシュ。あ、足りない。あ、足りないわ。弱っ。あ、そう、Z 以下だから。攻撃力アップのあれも弱いやつ。おげー。おいおいおい、ちょ待って、これさ、次、ちょっと、難しく会ってくれ。ちょ待って、次、だってさ、だってあれじゃない？ちょっとさ、あっけなさすぎたらあれじゃない？ちょっと、頼むわ、逆に。お見事でウィスー。あー、ウォッチ作るの1ヶ月かかるやつね。ウォッチ作るの1ヶ月かかるやつね。だから今集めとかなきゃ、次のイベントでもうウォッチ作れないのが確定するやつね。ちょ頼むわ、49。え、うわ、攻撃力アップ効くんだっけ、追加マップって全部。なんだね、なんだ。反撃。お、いや別にやったーではないんだけど。やっと攻撃力アップ効かない。来たよ。あ、終わりか。なるほど。あ、全部使えんの？どうしよっかな。全部使えんのか。久々にあれやるじゃん。ルーレット。ルーレットで種族を決めましょう。ででん。セッツ。オッケー。懐かしいね。昔なんかスコアタでさ、なんかスコアタで使ってたんだよ、このルーレット。勇ましい不思議、豪傑ブルジー、ボカボカ、うつらがき、不気味、ニョロロン。で、カイマね。はい、間違いないね。カイマに当たったら終わりです。はい。懐かしい。もう一回勝負。マジで。一回勝負。はい。まあ、何でもいい。カイマ以外なら別に勝てると思うけど。じゃあ、不思議とかちょっとつまんないな。うすら影とか。もういつもと同じパーティーになっちゃうから。カイマやめろよ。え、危なくない？おっ、あぶねえ。あぶねえ。忙しい。まあ、そんなに、ゴリゴリじゃなくてもいいでしょ。多分大丈夫だよね。これでいっか、ミカサでいっか。これで行くか。なんとかなるでしょ。そんなあれじゃないの。これでめっちゃ強くて負けたらあれだけど。あれじゃないの。多分大丈夫じゃない。大丈夫な気がする。はい。行きましょう。ゴー。どうだろう。まあ、いけるでしょ。ニョロロンでしょ。こっち勇ましい。あ、種族有利じゃん。いいね。いいね。しかも技吸収とかないし。フィーバー吸収ないし。大丈夫でしょ。1万3000円。強。98万。え、強くね。98？ あれ、いや、いける。さすがにいける。え、ちょっと待って、じゃあ、もうちょっと、ウルトラ Z とか、あれにすればいい。そうなんだ。いや、なんか今まで攻撃力アップ効くとか、なんかそういう感じだったからさ、そんなにあれなのかなって思ったけど。いや、もう大丈夫よ。もう大丈夫でーす。遅くないですか？無理かな？え？無理かな。これで無理だったらちょっとエグいな。これで無理だったらエグいけどな。そう。感謝しています。で、まあ、整理打つ。まあ、大丈夫だよ、まだ。5200で、あ、待って、やばい。あ、しかも3つしかないんだよ。あ、ちょ、待って、ミスター。41。え、待って、やばい。嘘でしょ。もう、これもう一回撃てる。復活なるな。ならない。
74。あ、いけるいけるいける。すぐ攻撃来ないこれ。え、すぐ攻撃来ない、大丈夫。で、フィーバー抜けて、ビビットフィーバー。違う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 。今のはずるい。今、じゃすぐ攻撃来るの知らなかったし。それは。それ知らなかったし。もうちょっと早く、ほら、これ、早くフィーバー入れたくない？ちょっと遅かった、フィーバー入んのが。ごめんね。ごめんね。ちょ、負けちゃったわ、初見。まあまあ、いいや、別に。別にいいや。負けてないし。で、負けたから。まあ、いけるでしょ。安定だわ。ド安定だわ。ド安定、ド安定。なんで3つなの？どうした？どうした今日。あ、まあ、でも逆にいいわ。逆にいいわ。感謝しています。感謝しています。これでもいけるもんね。はい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 。はい、いけたー。はい、全然いけるー。オーケー。でも、90何万はちょっと、え？ 90 何万はあれだね。結構しんどいね、これ。結構しんどい、ね。いけたんじゃない ?100 万。オッケー。まあまあ、いけるけど。結構あれだね。これでも、まあ、ギリぐらいだね。あ、強いね。割と。急に強くなったわ、なんか。なるほど。そんな感じね。オッケーオッケー。まあまあ、ちょっと特殊能力なしで行くのは、49はむずいかなっていうのはあるね。ただ特殊能力、ちょっとおまけでやるけど、特殊能力見たんだよ。見たら、誰だったっけ？このプニガミ汚れか。え？レベル 49? レベル 49? レベル49だったけど、プニガミ汚れが特殊能力持ってるみたいだね。ここのステージ。だからまあ、ウルトラ Z、今回のウルトラ Z 持ってる人は、もう、秒で勝てるやつかな、という感じでしょう。はい。多分ね。まあ、特殊能力だから、さすがにいけるでしょう。まあ、スキルも4だった気がするけど、まあ、なんか繋げなくない今日。調子悪いな。オッケー。これで多分、八つ咲きにしてくれるのかな。ワンパン？ワンパン？ワンパン！ 147。ワンパンかい！ワンパン！オッケー！ってな感じで、まあ、サクッとやってしまったが、まあまあ、勝てる人は勝っといた方がいいかな。あの、一緒な感じだからね、ミッションで。あの、1回目の追加ガチャと、ミッションでチップかな、集めるっていう感じです。はい、ってことで、本日は以上になります。タイトルぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。